南原茂は、日本の政治学者。東京大学名誉教授。東京帝国大学の総長を務めた。9月5日香川県大川郡南の村に、向こうの父、三吉定吉、母、南原菊の次男として生まれる。南原家は母、菊の何代か前の人材門が、同村南の小イク屋から、文家、屋号騎士の屋と称し、政党業を営む。祖父、 松蔵は、組頭役を務めたが、母、菊の幼児に至り、カウンカタムキワサイの師匠をして、生計を立てる。明治の初めまで生をクスノキと称したが本家と共に、南原と改め、婿養子を迎えた。しかし、茂の幼少時に、最初の婿養子であった実父が出奔、母は2歳の茂を子子として届け出る。広瀬藤太郎、養父として菊と結婚。 4月香川県大川郡教員養成所に入所。3月香川県立大川中学卒業。6月第一高等学校卒業。7月東京帝国大学法学部政治学科に入学する。入学後、内村勘蔵の弟子となり、生涯を通じて、無教会主義キリスト教の熱心な信者であった。一校に入学した時の校長は、二戸稲造であり、影響を受けた。 各界送別会、前列中央は、内村鑑三南原は、前列左7月東京帝国大学法学部、政治学科卒業後内務省入省。3月富山県伊水郡郡庁に任税られる。灌漑排水事業計画の取り組みや、農業公民学校の設立に関わった。1月、内務省警報局事務官に任じられる。 労働組合法の総案作成などを手掛ける。5月、内務省を辞め、東京帝国大学法学部助教授に就任。内務省時代、アテネフランスでフランス語を学んでいた。ヨーロッパ留学を経て、小野塚紀平治の公認として、政治学士を担当。8月教授となり、政治学士を担当。西欧の政治哲学とキリスト教をバックボーンに、共同体論を深め。 その研究は、1942年、国家と宗教、ヨーロッパ精神史の研究、フィヒテの政治哲学に結実する。福田寛一、丸山真男は、彼の教え子である。3月東京帝国大学法学部長に就任。高木安孝、田中幸太郎、末延三次、阿賀妻久志、岡義武、鈴木武夫と共に、抽選工作に携わるが失敗に終わり。 敗戦を迎える。12月東京帝国大学総長に就任。2月11日期限節には日の丸を掲げ、日本精神そのものの革命を通じての新日本文化の創造を説く。日本に宗教改革が必要であり、真の覚醒は神の発見とその神に従うことで可能となるため、日本的神学とは別の宗教が必要と述べた。3月、 貴族院直選議員に任じられる。単独講話を主張した当時の内閣総理大臣、吉田茂に対し全面講和論を掲げ、論争となった。このことで、南原は吉田茂から極楽亜生のとと名指しで批判された。8月27日貴族院本会議において、新憲法案の戦争法規条項について歴史の現実を直視して、少なくとも 国家としての自衛権と、それに必要なる最小限度の兵備を考えるということは、是は当然のこととした上で、将来日本が国際連合へ加入する場合、国連憲章で認められた自衛権と国連軍への兵力提供義務の双方を放棄するつもりなのか、また講和会議においても最小限度の防衛をも放棄するのか、吉田首相に質問した。そして、もしそれならば、 すでに国家としての自由と独立を自ら放棄したものとを選ぶところはないと主張した。12月16日貴族院本会議において、象徴天皇制への移行へ伴う皇室天般改正に伴い、天皇の自発的単位の規定を設けることを主張。これは南原が昭和天皇の退位を望んでいたためだが、反対多数で否決された。3月退官。 その後学士会理事長、日本学士委員長などを歴任。東京大学出版会の創設にも関わっている。らぎ派の歌人としても知られ、歌集、行奏がある。玉霊園にある南原家の墓1月9中華会、示しうどを務める5月19日から死去。無境界主義の立場から国家主義とマルクス主義を批判。サンフランシスコ講和条約をめぐっては、 全面講話を主張して、内閣総理大臣、吉田茂から、極楽亜生の徒ととののしられた。1954年、国家と宗教、フィヒテの政治哲学、自由と国家の理念、政治理論史、政治哲学助説、学問、教養、信仰、歌集行相、文化と国家、現代の政治と思想から、新しい歴史の転機に立って、 小野塚紀平時早朝時代と晩年、日本の理想、歴史を作るもの。ありがとうございます。